株式会社フォーメイトは金融業。かつてはフルキャストホールディングスの関連会社であった。現在、破産手続きが進められている。フルキャストホールディングスの子会社で勤務する労働者向けの金銭貸し出し及び提携企業との割引優待等を提供する部門を担当していたが、フルキャスト HD が当社の役員へ株式を譲渡し、債権を別の企業に売却したため、フルキャスト HD との資本関係はなくなった。当初はフルキャストグループ各社に登録するキャスト向けの会員証である。フルキャストカードが発行され、それを提示することで、提携している店舗、企業の施設の優待が受けられた。また、プラスチックカードが発行された場合は、登録支店への申し込みにより、サラ金カードとしても利用することが可能であった。なお、グループ社員やグループに登録する、キャスト以外へのサラ金業務は行っていなかった。2005年頃にはグループで、銀行設立を目論んでいた時期があったが頓挫し、金融関係は当社に集約された経緯がある。準備会社として設立された法人も、個人向け事業では、重複事業となっていた部分もあったことから、当社が吸収合併している。フルキャストホールディングスの子会社向け福利厚生事業、及び金銭貸し出し業務は、2009年5月31日をもって、完全に廃止され、以降は、従前からの利用分に関わるキャッシングの返済のみを受け付けていたが、フルキャストグループから離れたことで、最大の顧客を失ったことによる、経営難と貸金業業界全体の急激な環境変化の煽りをまともに受けることになり、2010年6月10日付で、破産手続き開始された。また同日付で、当社の債権が分割された上で、J トラストフィナンシャルサービス株式会社、パルティール債権回収株式会社の2社が譲り受けした。以降の返済は譲り受け先及び管財人より通知が来るとしている。その後日本保証が引き継いだ債権については、日本保証の事業再編により、2015年10月1日より株式会社クレディアに引き継がれている。貸金業のフォーメイトが倒産。元フルキャスト傘下不景気。コム破産管財人弁護士、山崎雄一郎による株式、会社フォーメイト債権者に対する通知、トピックスパルティール債権回収株式会社。ありがとうございます。